早弁です。今日は秋田市ブチャーノさんに来ております。こちらね、焼きスパだとかは有名なお店ですけどね、この麺徳本の方ではラーメンもやってるっていうのがありましたのでね、ちょっと行ってみようかなと思っております。あとね、この辺の老舗の中華料理屋さんのね、チャーハンも復刻したりしてね、いろいろ取り組みをされているお店なんですけどね、まあ、とりあえず行ってみようと思います。はい、来ました。こちらが、レモンラーメン、チャーシューレモンラーメンですね。ラーメン分で200円引きで食べることができます。レモンがしっかり入っていて、チャーシューがすごいごついゴロゴロしてますね。おなんかすごいすっきりした味ですね。レモンの酸味も効いていて、うん、面白い味です。でこちらの方は辛味噌だそうです。いただきます。 あと卵もありますね。いい感じの完熟具合ですね。麺は結構オーソドックスな感じです。失礼します。チャーハンどうぞ。あ、はい、どうもです。で、麺が結構ツルツル感もありますね。これも美味しいです。あ、意外とこれスープ、あとレモンの香り合ってますね。チャーシューかなりゴロッとしてます。いただきます。うんうん、うん、パスタ屋さんでもラーメン大好きって書いてますけどね。なるほどの味です。あとメンマも食べておきましょう。うんうん、歯ごたえよし、味もいいかな。で、辛味も少し混ぜましょう。味噌の味がね、アップして辛味で味が締まりますね。美味しいです。あとチャーハンもいきます。こちらの方は山王にあった王将さんっていうのかな、というところのね、チャーハン復刻したそうです。閉店を惜しまれてましたけど、店主さんがアルバイトで結構ずっと作ってたので、それで復刻したそうですね。この後食べてきます。はい、こちらが、王室さんかな、多分芳醇の方で書きますからね、王鳳さんだと思うんですけど、そちらの方のチャーハン復刻版です。あ、すごいプレーンな、余分な味付けがないチャーハンですね。あ、お米が美味しい。で、特徴がきゅうりのガッコがつくそうです。あ、柔らかい味ですね。素材のね、本来の味が生きている、チャーハンですね。で、これをね、ラーメンと一緒にいただいていこうと思います。はい、いただいてまいりました。美味しかったですね。こちらね、あの男の焼きパスタってことで、結構ね、倍にしても100円ぐらいで食べられたりっていうことで、がっつり系を割と売りにしてるところがあったので、だから割とね、こう力強いパワーのある味濃くなのかなと思ったんですけども、全然そういう感じじゃなくて、ラーメンのスープも、だから下手したら片手間で作ってるようなスープじゃなかろうかと思いながら、ごめんなさい、食べたんだけど、いや美味しいんだよこれがまたね。しかもそれも化学調味料にね、頼ってないような味で、美味しかったですね。だから辛味噌がついてきてて、この取り合わせと思ったんだけど、やっぱりね、それもしっかり合うんだよね。だから、丁寧に作ってるなっていうような感じがしましたね。で、チャーハンポスターにもありますけどね、こちらのチャーハンも、もともとは違うお店のメニューでね、店主の方がアルバイトで作ってたので復刻したってことのようなんですけども、米のうまさが分かるチャーハンなんですよね。だからやっぱり化学調味料に頼ってないという形でね、しっかり、そういう、素材の味が分かる味で、カッコの漬物っていうのがね、
継ぐことによってやっぱりなんていうかね、日本のチャーハンって感じがするんだよね。だからファンが多いのもわかります。今度はねちょっと焼きスパも食べてみたいなと思いましたね。ちなみにバチボリという5倍盛りもあるようですけれどもね、まあ、それにチャレンジするかどうかはわかりませんが、またね来たいと思います。でこういうねポイントカードもありの1回のお会計でこういう風にねあのトッピングのサービス券もあったりしますので、やっぱりお客さんを大事にしてるお店だなっていう気がいたしました。ということでね、美味しくいただいてまいりました。ちゃんのさん、これからも頑張ってください。阿部でした。ご視聴ありがとうございました。ヘボラ。